前回のコメント、みんな言わないけど実は天魔術 A 発動しているときは新感効果つくんですよね。青で殴っても弾かれなくなる。マジで知らんかったんやけど。ガードエッジでも研磨術 A 発動するんやな。マルチで運用するなら陽動必須？マルチで使ったこともあるんですけども、スキル効果を感じたことは一度もないですね。はい、どうもレオジンと申します。今回紹介するスキルはこちら、愛機でございます。早替え発動時、タイミングよく攻撃が重なった時に、その時受けるダメージが軽減されつつ、リアクションを無効化すると。まあ、要するにスーパーアーマーをつけるよっていう。まあ、ダメージ軽減しつつ、まあ、スーパーアーマーが貼れるよっていうスキルですね。これレベル1とレベル2がありまして、レベル2になりますと受けるダメージを、無効化、まあ、軽減から無効化されつつで、しかも後方へ先駆けを行いつつ、かけり飯ゲージが少し回復するよっていうスキルになります。この後方先駆けっていうのは確定ですね。まあ、方向選べたら強かったんですけども、これは確定で後方に下がるっていう、スキル。かつ、かけり飯ゲージが少し回復する。この回復するっていうのはどのぐらい回復するのかっていうと 50% 回復します。現スキルの中でめちゃくちゃ回復するので、もう上級者の中では必須級のスキルとなっております。まあ、効果発動させてるとどうなるのかっていうと、まあ、見た方が分かりやすいと思います。早替えするタイミングの時にこんな感じで、愛機が発動して、まあ、その後の行動につなげられると。まあ、ガンランスの鉄板コードだったらリバブラかな、こんな感じで発動することができるので、めちゃくちゃ相性がいいです。でしかもかけり飯使ってるけども、愛機発動させちまえば見ました？今の回復量とんでもなく回復しますよ。 50% ですからね。まあ、さっきまでまだ回復しなかったのにもう回復してるから、もうまたリバブラ使っちゃえるやんけーってできるんですね。これがめちゃくちゃ強いです、本当に。まあ、なんで、本当上級者の中ではもう本当にこれほとんど入ってます。もう上級者の中ではね、強いよね。あとはまあ鉄板コードとしては、この愛機発動させた後にノーマルリロード、結構テンポがいいので、まあガードリロードじゃなくても、まあ全然この愛機発動させた後のノーマルリロードは発動がいいんです。ああ、やべ、ちょっと失敗すんな、これマジで。難しいんですけども。えい、こんな感じで発動します。ただね、まあ、いいところだけではないんですね。実はこの愛機の発動、スキルをね、発動させると、こんな感じで、青くオーラがファッとなるんですけども、これ、有用フレーム6から7フレームです。もう、ほぼドンピシャ。ほんと、ガードリロードとかガードエッジの比じゃないぐらいですよ。多分ガードリロードが20フレぐらいだったかな、確かね。もっと長かったかもしれないですけども、まあ、もっとあれ、うん、少なくとも、愛距離長いんですけど、愛機は6、7フレームなんで、もう本当に当たる瞬間っすよ。もうマジで当たる瞬間じゃないと発動しないんで、もう難しい。もうちょっとでも遅れてみ、もうちょっとでも遅れたら、あーんってなっちゃうから、もう全然ダメ。あとは結構知らない方もいるんですけども、この愛機はどこ当たっても発動さえすれば発動するので、もう裏表上下左右関係なく、横とかでも愛機の発動タイミング内であればちゃんとしっかりと横でも発動しますし、後ろでもしっかりと発動しますので、文字通り最強スキルとなっております。まあもう実質無敵だよ。だから発動できればの話だけどね。だけど上級者の方とか、わざわざ後ろを向いて愛機発動させて、この後方先駆けを活かして後ろに下がるっていうやり方を取ってる人もいます。バケモンかよって思うけど、まあそういったスキルでございます。で、レベル2にしないといけないのかっていうと、そういうわけでもなくてですね、まあここがちょっと今日話したかった部分なんですけども、レベル1になると、まあ かけり虫が回復しなくなるんですけども、こんな感じでね、スーパーアーマーつくことができるんで、まあ耐えることができるんですね。で、もう一つのメリットとしては、まあこの愛機発動させた後、前に行けるんですよ、これ。レベル1は。だからここが結構メリットなのかなっていう。レベル2だと絶対に後ろに下がるので、距離が離れてしまうんですけども、愛機レベル1にすることによって、まあ前に進むことができるメリット、まあ場所を動かずに発動できるよっていうメリットはあるので、まあレベル1かレベル2っていうところは、まあ確実にレベル2にしないといけないっていうわけでもないのかなと思います。たださっきの通りにですね、スタンチは溜まるので、ただ軽減はされてるけど、スタンチは溜まるので、まあ使い勝手はちょっと難しいかもしれないですね。こんな感じで近づいたりとかもすることできるので、まあ絶対にレベル2にしないといけないのかなっていうわけでもない。こんな感じで。ただ、かけり飯は回復しないので、まあ、確かにレベル2の方が優秀なのかなとは思うんですけども、まあ、選択肢の一つとしては、まあ、レベル1を採用するっていうのもありだと思います。
はい、ということで今回はですね、アイキリバブラという型でね遊んでいこうかなと思います。まあこの装備のテンプレはないんですけども、まああのリバブラとアイキを組み合わせてバンバンリバブラしていこうぜっていう、そんな形でございます。まあ、武器はトルチダラバダに対してまあいろいろと、組み込んでいるというところでございます。まあ僕あと豪人桂馬も今回採用しているので、まあそのあたりも人によって変わってくるのかなというところでございます。まあスキル構成で言うとこんな感じですね。はい、まあガード強化とかいろいろその他もろもろ入れておりますが、うん、であと愛機も発動しておりますね。まあ、あの先駆けに関してはね回避距離アップも反映されるので、まあこの発動させた時に後ろにすぐグッと下がってしまうんですけども、その後ろ下がったのをリバブラでカバーするといった感じですかね。うん、こんな感じのスキルコースでやっていこうと思います。まああの自分で言うのもあれですけども、アイキリバブラっていう戦い方はマジで上級者です。これは間違いなく上級者向けの装備なので、あのすっごい練習が必要だよ。俺も今こうやって動画撮ってるけど使いこなせる気がしないもんね。早速やっていこう。はい、ということでやっていきましょうか。今回やっていくクエストはティガレックスですね。まあまあ、アイキってマジで難しくて、まあ、まあ、もちろん単発とかね、だったら全然受けれるんですけども、連続攻撃してくるやつとかはね、やっぱ後方先駆けだけじゃね、やっぱ受け止めきれないこともあるので、まあ目標は、まあティガレックスの、まあ、突進とかを、まあアイキで受け流して、まあリバブラで追いかけちゃおうかなっていう作戦でやっていこうかなと思います。まあできるかどうかなって、全くわかりませんが、早速打ち込んじゃいたいなぁ。いきまーす。そこはフルバレットファイヤーです。あぁバカ野郎。さあ、ということで、早速やっていきましょうか。はい、アイキ発動。え、ゾンビロあれ。え、くいくいくい。え、ビビってんぜ。ビビってんぜ。レオジンビビってますよ。さあ、方向も。はい、発動。ただ、離れちゃうので。リバブラしたかったけど。まあ、リバブラするタイミングも気をつけないと。いけないですね。ただ、むやみにアイキすればいいっていうもんじゃないんだぜ。さあ、行きましょう。よし、そこ。あと、アイキを使うときに限ってなんですけども、やはりまあ、入れ替え技がゴロ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 変わっていくので、まあ、中にはシリーズスキルみたいなやつで、なんか、青のね、あの入れ替え技の時と赤の入れ替え技の時に、やっぱ効果が変わるやつとかあるじゃないですか。あいつらの相性とは、あまり良くないかもしれないですね。だから何でもいいっていうわけじゃないんだね。だからまあ、そのスキル構成次第では、ちょっとアイキを見送らないといけないという時もありますけども、まあでもこのスキルマジで強いから、まあそういう、まあシリーズスキルとかを入れてない限りだと、あ、方向するかと思ってたけど。ただまあ何でも発動で、何でも無敵になれるっていうのはマジで強いなって俺は思うんだよね。アンジャナフェイ行こうぜ。もう今さっき、相手をミスったなんてことはね、言わせないぐらいね、ソウリュウのプレイでね、見せていきます。くらえ。追いかけるぞ俺は。ブヒー。よし、もっちょ。追いかけちまえ、おらおら、どうしたどうした、ティガレックス。ちょっと一旦、キャンセルして、もう一回ガブッといっちゃって、ドーン、あ、もうちょガブッといって、ガブ、オッケー。これで総流の大技を当てることに成功。いや、マジでね、ほんと、アイキを使いこなしてる人ね、あ、サンブレイクでたくさんいますし、フレンドでもいるんですけど、もうマジ化け物だと思う。危ねえ、そっちじゃない。マジで化け物だと思う。これ全然扱えないかと思う。よし、そのままフルバループに行きましょうか。はい、いいですね。そろそろアイキを発動させたい。よっ、オーケー、ノーマルリロードからの、リバブラビーシュー、危ねえ。何でもかんでも、アイキすればいいってもんじゃないのよ。ダハハ、ごめんなさい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 、すいません、すいません、すいません、調子乗りました、すいません。ここちょっと飛躍飲んでもいいっすか、すいません。あ、ありがとうございます。ザメビロ、ザメビロ、うれうれ。いやーすごいですね。かけり虫の、なんていうかな、回復がすげえ早いからさ、すぐリバブラ打てんだよね。そら強えわな。行くぜ、流撃。俺、俺、俺、昼目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 。昼間にね。よし。ちょっと気を取り直してね。ここは愛機でね、あの、かけり虫がないので。はい、ナイスナイスナイス、ナイスナイス。あ、総理しちゃっていいんすか、あざっす。あら、もうほんと、周りのガルクがマジで優秀だわー、これ。はい。食べてうーん、はい。ちょっと追いかけちゃって、ダーン。そのままくるっとやって、よっ。さあ、このままフルバループいきますよ。殿下の報道、フルバループ。いいっすね。よっ。ああ、ひるむんだ。ああ、いい、わかってるわかってる。俺、多分今のアイキは当たってましたね、間違いなく。はい、ここ。
あいや、こんな感じで、もうかけるのしつつ回復しますから、まあ、リバブラ使ってねえじゃねえか、ほらリバブラ使うな、ここねえ。ただ、後方先駆け確定なので、2回目の2段攻撃とかはやっぱり当たってしまうので、こういう時はね、レベル1の方がいいかもしれない、連続ヒットに関しては。まあ、でもそれはモンスターに対して、モンスターに対してだからな。はい、ここはい、うまいね。で、リバブラからのフルーバー。あ、強い。これがね、最強ムーブ。間違いなく最強。もう上級者みんなやってるから最強。決まりだね。あ、いいっすか、いいっすか、いいっすか。もうフルバレットファイ打っちゃいますよ。ソロだからね、今回は。あーばーん。もう絶対フルバレットファイ打ちたくなっちゃうもんね。はい、ここは、あー、アイキしたかったけど。ちょっと失敗しましたね。いや、マジアイキむずいからね。見た目以上にむずいんですよ、これ。俺わざとやってるわけじゃないから、本気で当てに行ってるからね。ほらね。いやね、まあ、本当に難しいんだよ。本当に何回も言うんだろうけど、動画とかに上げてる、その、上級者たちが上手すぎるっていうだけであって、まあ、俺みたいな一般ピーポーなね、プレイヤーはね、マジでむずいから。あ、そこ。失敗してるんです。まあ、失敗してもね、まあ、先駆けにはワープできるんで。ワープっていうかね、まあ、コンボには繋げれるんで、まあ、悪くない。方向は？あ、ここ。はーい。リバブラー。あーい。最強ムーブやね、マジで。なにやってる？ちょっと怖い、怖い。威嚇してんのか、お前。俺のこと舐めてんのか。さっき。あタイミング悪いね、これは。ほいや、ほら。ほいかか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 。えっ！むずいよ、とは。マジでむずいんだけど。さっきからマジ、よいしょって狙って、相手やってるからな。まだまだ俺には技術が足りないということに感じます。俺にはまだ技術が足りてないということがね、今回で分かっていただけたかなと思います。仕方ないね。むずいからな。おら、まあ、リバブラぐらいだったらね、使いこなせるんだけどな。マジ難しいよな。ダウンして、あ、まずいっすね。これは、さすがに。よし、あつど土壇場で攻撃当てたら死んでしまうという土壇場では成功させる男、どうも、両人と申します。バックステップするでしょ？大丈夫、そこリバブラで。違う、ブラス出しちゃった。ワン、ツー、あ、来た、リバブラ、やらやし、やらし、これ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 、このムーブをね、いろんなモンスターにできたらね、もう最強。逆。こっち。ほら。フルバカラの、バック方法。イエス。いい火力出るよ。ここ。ごめんなさい。ね、ミスったらごめんなさいって謝って次につなげる。まずい。よっしゃー。もう一回。あぶねえ。ちょっとなんか発動しない、発動しない。あ、怖い怖い。ノーマルリュート。怖い怖い。危ないよ。もう一丁。やら。あぶねえ。アイキ怖え。アイキむずいけど楽しいなんか。ほいや。やっ。よし。ほら。よっしゃ。よし。いいぞ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 両親。誰も褒めてくんねえからもう自分で褒めるしかねえ。ここよーし、発動。あー、やめてやめてやめて。おかか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 入れ替え技、これ、地裂山か。オッケーオッケー。地裂山やってからの、また溜まんなきゃ。そのままフルバースト。はい、74の火力出てますよ。はい、よし、発動した。そのまま、高速で罠を仕掛ける。オッケーでーす。これは先行玉でーす。そして、捕獲玉投げて、オッケー、終了。お疲れ様でした。多分ね、使用感って言うとね、やってみないと分かんないと思うけど、割と大げさ抜きでモンスターと戦う時の合気って本当に難しいと思うので、もうひたすら練習を重ねてですね、もう莫大な効果を得てですね、狩猟生活に役立てていただけたらなと思います。上級者用スキル合気、ぜひお試しください。